マック・セネットはアメリカ合衆国の映画プロデューサー、映画監督、脚本家、俳優である。生涯に700本以上をプロデュースし、350本以上に出演し、300本以上を監督し、100本近い脚本を書いた。チャールズ・チャップリンを初めて映画に出したプロデューサーであり、喜劇王として知られる。キーストン・コップスの面々。 1880年1月17日、カナダのケベック州リッチモンドにアイルランド移民の子として生まれる。家族と共にアメリカに移住した17歳の頃からコネチカット州の製鉄所に勤めていたが、1902年ニューヨークに出て舞台に職を求めた。1908年にはアメリカンミュートスコープバイオグラフのサイレントの短編映画に初めて出演する。 デビュー作では、当時俳優で、後の映画監督の D.W. グリフィスと共演している。グリフィスはやがて監督になり、セネットはメイベル・ノーマンドやメアリー・ピック・フォードと共演することになる。同社は、翌1909年からバイオグラフ・カンパニーと解消し、1910年には、セネットは監督としてデビューした。マック・セネット・コメディーズの撮影所。 1917年。1912年、映画会社キーストン・ピクチャーズ・スタジオを設立する。所属する俳優のハンクマンが考案した、警察ギャグ集団、キーストン・コップスが人気を博す。翌年、チャップリンとロス・コア・バックルが、同社に入社する。1915年、グリフィス、トーマス・エイチ・インスと共に、映画会社トライアングル・フィルム・コーポレーションを設立した。 1917年、キーストンを去り、映画会社、マック・セネット・コメディーズを設立する。海水儀美人を売り出し、名を馳せる。その頃セネットは、パラマウント映画にいたが、キーストンは1935年に倒産した。1960年11月5日、カリフォルニア州ロサンゼルスのウッドランドヒルズで死去した。満80歳没。映画における功績により、 ハリウッドウォークオブフェームに名を残す。フランスの喜劇映画俳優、監督ジャックたちが1958年、僕のおじさんでアカデミー賞を受賞して訪米するとき、映画会社の人間が、ジェリー・ルイスとお会いになるおつもりがあるならば、セットしますよ。と言った。彼は答えて、ジェリー・ルイスと会う必要は感じません。もし会えるなら私はむしろ、マックス・スネットと会いたいです。と答えた。当時、 養老院で最晩年を送っていたセネットはこれを聞いて大いに喜び、ジャックが深く愛したサイレント喜劇映画時代の仲間を呼び集め、ジャックを迎えて親しく歓談したという。そのメンバーとは、無性喜劇映画の巨星たち、すなわちバスター・キートン、ハロルド・ロイド、そしてスタンド・オレルであった。海水儀美人たち。海水儀美人たち。ビリー・ビー・バン、1920年。 ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームありがとうございます。